はい、えー、こんにちは、レトスのおのです。今日は初めにアドバイスをさせていただきます。明日はなんとかなると思っちゃダメです。今日やるべきことは今日中に終わらせること。今日一日の大切さ、これぜひ知ってください。勉強をやろうと思ってからどれだけの時間が過ぎていますかその期間にどれだけ勉強を進みましたか ?3 ヶ月あれば全分野一通り学習はできます。あと9ヶ月しかないので勉強の速度が遅いようでしたら 本気になって勉強しましまょうえ。それも今年合格するためです。それではえ問1に入ります。土地の所有者はリンチから木の根が境界線を越えて伸びてきたときは自らこれを切断できる。丸か×かという問題です。考えたい方は動画一旦ストップしていただいてこの動画の下の概要欄から問題文ご確認ください。え答えは丸ですね。これ昨日解説した内容ともう同じです。 昨日は枝に関する問題だったんですね。で、今日は根に関する問題です。隣の土地の木の根っこが自分自身の土地の方に伸びてきたと。そういった場合、自分自身の土地に伸びてきた部分っていうのは勝手に切ることができるんですね。一方で枝っていうのは自分のところに伸びてきたとしても勝手に切ることできないんですよ。 枝の所有者、つまりリンチ所有者に切ってくださいっていうふうに請求することはできると。この違い、対して頭に入れておきましょう。では問い2です。え不正手段によりえ免許を受けた者は300万円以下の罰金もしくは3年以下の懲役またはこの陛下に処せられる、まるか罰かという問題です。 え答えは丸ですね。不正手段により免許を受けた者、無免許で宅建業を営んだ者、名義貸しをした者、業務停止処分に違反した者、まあ、この4つに該当する者っていうのは、 300万円以下の罰金もしくは3年以下の懲役。またはこの陛下。この陛下っていうのはどっちも受けるってことですね。このどっちも処せられます。従って答えは丸です。でちなみに、もし、宅建業者法人だった場合っていうのは、1億円以下の罰金になりますので、まあ、この点もですね、合わせて覚えておきましょう。で、続いて都市計画法ですねえ。工作物の建設を行おうとする場合、地区整備計画が定められている地区計画の区域であっても、 行為の種類、場所等の届け出が必要となることはない、まるか罰かという問題ですね。考えたい方はちょっと一旦ストップしていただいて、下の概要欄から問題をご確認ください。で、この答えはツになります。地区計画の区域のうち、一定の施設の配置及び規模が定められている、再開発等促進区、開発整備促進区、 地区整備計画が定められている区域。まあ、この3つの中で、え土地の区画形質の変更だったり、建築物の建築等を行おうとするものは、え当該行為に着手する日の30日前までに行為の種類、場所え、着手予定日などを市町村長に届け出をしなければなりません。 今、さらっと読んだんですけども、おそらく、えー、ほとんどの方が理解できないと思うんですね。なんで、ちょっと、えー、見返してみますね。これ、簡単に言ったら、この1から3、この区域の中で、土地の検出変更だったり、建築物の建築、これを行おうとするものは、工事をする日の30日前までに、市町村長に届け出をしてくださいねっていう話なんですよ。 え、土地の形質の変更っていうのは、まあ、例えばブルドーザーを入れて、え、土を取ったりとか土を入れたりする行為っていう風に考えていただいたらいいです。つまり土地の工事ですね。土地の工事。造成工事って呼ばれるものです。で、え、建築物の建築等の中に工作物の建設も入ります。まあ、工作物ってね、なかなかイメージしづらいんですけども、例えばカーポートとかですね。カーポート。 こう、柱があって屋根だけついたような、まあ、うん、建物ではないけど、まあ工作物ですね。カーポートと呼ばれるものです。そういったものの建設も含まれてくるんだよ、と、まあいうことです。で、今回の問題で言うと、届け出が必要となることはないって書いてあるんですね。工作物の建設を行おうとする場合、これ、え、地区整備計画が定められている区域ですよね。今で言ったら3番だったかな。 3番ですね。この区域で工作物の建設を行おうとすると。つまり、これ、届け出が必要なんですよね。で、問題文を見ると、届け出が必要となることはないってことは、これ、届け出不要って言ってるわけですよ。だから、これは誤りだということになります。 で、今言った1から3のこの区域の名前を覚えるの、これ大変じゃないですかね。まあ、一つ一つこれを細かく覚えるってなかなかね、大変なんですよ。なので、もうこれについては地区計画の区域っていう風にもうまとめて覚えていただければ大丈夫です。実際問題とかでも地区計画の区域ってこう入ってますよね。こっから判断してもらっても問題ございません。で、実際覚えなければいけない言葉と覚えなくてもいい言葉っていうのは あるんでで、すよで。今回のこの1から3ってまあ覚えなくても正直いいです。ただ、地区整備計画、この辺はですね、よく出てくるので、まあ覚えてくると思います。やっていく中で、勉強を進めていく中で。ちゃんと覚えなければいけない部分と覚えなくてもいい部分をちゃんと明確にしていかないと、何でもかんでも全部覚えるってなったら、それは覚えられないですよね。だから、 覚えなければいけない部分を明確にしながら勉強を進めていっていただければと思います。まあ、個別指導ではね、あのー、ご質問いただいたときにこれ覚えなくてもいいですよ、みたいなことで、えー、解説してるんですけども、独学の方だと自分自身で過去問研究しながら、あ、これ覚えていないと解けないなとか、あ、これ覚えていなくても解けるなっていうようなことを常に意識しながら勉強を進めることをお勧めいたします。 もしチャンネル登録していない方は、下の赤いチャンネル登録のボタンをクリックしてチャンネル登録していただければと思います。その隣にベルのマークがあると思うんですけども、そちらベルマークを押していただいて、すべてというボタンを押していただくと、ベルが鳴った、ね、画像になります。そうするとですね、私が新しい動画を更新した時に通知が来るようになりますので、ぜひそちらもご利用ください。今日も動画をご覧いただきありがとうございました。また次回楽しみにしていてください。レトスのオノでした。